はい、花井レモンさん、今日はねこのプロダクトローンチというチャンネルから隠居 TV を急遽お送りいたします。というのがですね、今朝起きたら私のメインの YouTube アカウントが、まあ、なんとね1週間のアップロードライブ放送停止措置というものを食らっておりましてですね、あちゃーという感じですよね。まあ、あのアカウント1本に集中して動画アップロードしていましたんで、こちらが停止となるとね非常に痛いと思いきや、別にですね別のアカウントから放送もできますんで、まあその間はできるだけこちらの方からねどんどん動画をお送りして、まあ逆にこのアカウントを育ててやろうかなっていう気持ちでございますね。でこのアカウントはもともと2015年に2015年度生の速稼塾生さんに向けて作ったまあビジネス寄りのねチャンネルだったんですよね。まあですので公開限定の動画が多いんですけども、この際ね一般公開して、まあ見てもらえるんだったら見てもらおうかなというふうな気持ちでございます。ということでね、前回の神童花井龍馬シリーズでお送りした、もうねしつこくやるととにかくしつこいっていうのはどういうことかっていうとね、花井龍馬さん言われてたように、人っていうのはちょっと聞いただけでは動かないんですよ。2度3度聞いても動かないんですよ。で何度も聞くとしつこいなと思いながらも、でもねしつこいと思えるぐらい頭に残るんですよね。でこういうふうに思われたら勝ちだっていう、そういうふうなものがあるんですけども、例えばね、あ、久保さんの動画は結局やれってことなんでしょっていうふうに私が言う前にもうね何を言わんとしてるかが分かるぐらいしつこく繰り返したらもう勝ちだなと、その人はもうすぐ動き始めるなっていうところなんですよ。ですけどもね、やっぱりみんなの銀行にしても一回紹介してああ終わった、あとは誰かが見てくれるだろうと思うと、動画を量産している人に、まあ視聴者さんっていうのは引き寄せられていって、動画を更新してない人の動画っていうのは見られなくなってくるんですよ。まあ、ですんでね、私たち再生数がそこまで多くない YouTuber っていうのは基本的に今日上げた動画だけが勝負なんですよ。過去の動画が再生されるってことはまあほとんどないんですよ。じゃあ過去の動画をねどうやって再生させるかっていうのは、過去の動画を想起させるような似たようなテーマの動画があればその過去の動画も引っ張られて上がってくるってことがあるんで、そういう効果も狙ってですね、昨日上げた動画の続編を撮ることによって、その昨日の動画がその続編に引っ張られて人目に触れやすくなるっていう、そういう効果もあるんですよね。さあここまでをちょっとまとめると、しつこく同じテーマで同じようなことを発信することには2つの効果があることが分かるんですよね。1つは一般視聴者さんが1回聞いただけでは通り過ぎてしまうようなことでも何回も聞くことによってですね、あ、そういうもんなんだなっていうふうに認識していただけるってことです、ね、そしてもう1つはですね、 YouTube のアルゴリズム的に同じテーマに何度も語られているものっていうのはそれに類する過去の動画を引っ張って出してくれる可能性が高いんですよね。まあ、そういった2つの面からしつこくやることだと思います。あとやっぱり本気度が伝わりますよね。何度も言ってくるってことはそうなのかなと、しつこいな、まあちょっと試しに覗いてみるかっていうふうな効果も生むんですよね。まさにお金の勉強っていうのは稼げないんだったら稼げるまでやるってところにありますし、稼げ出したら稼げなくなるまでやるってことでもありますし、そうしないとね、そこまでやらないと本当にお金っていうのは侮れないですよ。稼げないからって言ってやめていたら、じゃあやめたら稼げるんですかって話ですよね。稼げる案件をやらなかったら、じゃあ稼げる案件はそれで全部使い切ったんですかってことですよ。この2つの理由から、稼げないなら稼げるまでやる、そうすると稼げるようになるよと、稼げてるんだったら稼げてるやつをもっともっと追い打ちで拡張してやっていくことによってブームが起きていくと、そして稼げるように稼ぎ続けるようにはなるんだよっていうこと、この2つですよね。さあ今回のお金の勉強はそういった形で、振り返ってねしつこくやることが大事だよと。私なんてねもう1年とか2年みたいなテーマでやってますからね。それから花井龍馬さんとのやり取りをこうやって繰り返すことによって、私と花井龍馬さんとの関係が、あ、なかなかいいもんなんだなっていうふうに視聴者さんからも映って、要するにお互いのねアカウントが信頼されていくってこともあります。で億万長者合宿なんて長いシリーズですけども、もう3年ぐらいやってるわけですよね。でもう数千話やってるわけですよ、やり取りを。今回の億万長者合宿リターンにしてももう500話が見えてくるような感じで、1000話になったらまた別のシリーズいきますからね。そうなるとですね、
億万長者合宿っていうのは実際に合宿をしたんですけども、その合宿に参加した人もまた戻ってくるってことができるんですよ。これが発信しなかったらどうでしょうか、ね、億万長者合宿に参加したけどもあの時で終わったんだってなっちゃったら、その方はまたね道に迷うことになるんですよ。でも一度受け取った参加した億万長者合宿、その億万長者合宿の主催が未だにやってると思ったら、あ、ここまでやってお金っていうのは稼ぎに行くんだっていうふうに分かってくれるんじゃないかなと思うんですよね。だからね、私はねしつこくやることすごく大事だと思います。逆にしつこくやらずに稼げるものはないかなと思いますんで、花山さんがね遊戯王転売をこれ未だにね転売の動画出していく、サムネイルも似たようなやつがまた出てくる、で変わってるのは羽根野さんがちょっとこう体型がね、貫禄を増してきたってことかなと思いますけども、そこにも時間の経過を感じますし、あ、豊かになったんだなっていうふうに視聴者さんは見るんじゃないですかね、なんか昔の動画はちょっとほっそりしてたのはまだ外の仕事をしてたっていうところもあるんですかね、でもね羽根野さん気をつけないといけないですね。私もそうですけども、こうやって動かなくてもお金になるようになると、もう自分で意識しないと体ってどんどん衰えていきますよね。危ないですね。ちょっと運動でもしましょうか。ということで今日のお金の勉強は何で締めるかというと、体をやっぱりね作っていかないと稼ぎ続けることができなくなるし、精神も持たなくなっていくってことですよね。ですんでね、どっかで筋肉養っていって、トレーニングしていって、動ける体を作っていかないといけないかなっていうのもすごく大事なことだと思います。これについてね、どんなことを今ね花井さん考えてるか、運動ですよね、体を作ること、将来に向かって私たちは自分の体一つでやっていかないといけないですからね。この体が崩れ始めたらいろんなものが崩れ始めていきますんで、やっぱ常にね稼ぐ力とともに筋力も、まさにお金の力ですね、筋力もつけていかないといけないかなっていうことでございます。じゃあ今日はそんなことですかね。別のアカウントからお届けしました。次回からねこのアカウントでお届けしますんで、このアカウントもチェックしておいてください。